どうも、自動車コラムニストの山本慎也です。本日はよくこう業界こう意見を二分する左足ブレーキについて、ちょっと実際のところはどんな風にやってんのかっていうのをお見せしようかなと。一応こういう仕事してるので、どっちでも踏めるように練習はしてあります。左足ブレーキ歴でいうと多分最初にやったのは23歳ぐらいなので、もう27、8年、四半世紀以上左足ブレーキ使ってますけど、まあ元々使うようになったきっかけはラリーとかで使ってた。それマニュアル車でも使ってたテクニックで、要は右足アクセルは昔ね、ターボラグって言ってターボ車の時によく使うテクニックで必要だったので、まあ最初覚えました。でまあオートマンの時は今普通に使うようにしてます。してますというか使えます。どっちでも踏めます。別に右でも踏めるし左でも踏めます。で左足ブレーキ、よくなんていうんですかね、皆さん左で踏むとフットレストに足を置いてるから踏み替えるのに時間がかかるっておっしゃるんですけど、これ見ててもらうと分かるんですけど、絶対右で踏み替えるよりも早いですよこうベターっと押し込んでる、踏みつけてる状態から踏み替えるのは時間かかると思いますよ、確かに。だけどフットレストに置いてる足ってこうグッとこう踏み込んでるって、コーナリングぐらいじゃないですか。でそのコーナリングだって普通にサーキット走ってるんじゃないんで、そんなこっちの足って基本的にフリーなんですよ。こうやって力入れてなくていい状態なんですね、左足って。で左足力入れてないのでこんな感じです。こんな感じで踏み替えてます。これ右で踏み替えるよりも早いですよ。なんでかっていうと、右はアクセルワークをやってますよね。このアクセルをこう調整してますよね、こう踏み込む量を。だから前に押し込む量っていうのを調整してる状態から抜いて踏み替えるんですよ。それが左はもういつでも必要な時にブレーキ踏むっていう感じなので、こうやって踏めます。簡単です。で今わざとアクセルとブレーキ同時に踏んでます。これアクセル踏んだままブレーキ踏みますけど、これ分かりますか？減速してます。ブレーキオーバーライド、今時の車ついてるんで、基本的にはブレーキ踏んじゃうブレーキ優先になります。でその後アクセル抜けば間に合うと。やりませんけどね、実際もアクセル抜いてから。でこれ今かかとでこの状態からこういう風に踏み替えるポジションにしてますけど、オルガン式の時ってこうもうちょっとこっちに寄せるんですね。僕なんかはかかとを、要は足の裏前面をこうアクセルペダルにくっつけたいから、そうすると踏み替える量がすごい多いんですよ。こうなっちゃうんで膝ごと踏み替える感じになるんで、足首だけで踏み替えらんないんで、そうするとね、間違いなく左の方がね早いですよ、踏み替えの時間っていうか、ブレーキ踏むため、あっと思ってから踏まなきゃと思ってからブレーキを踏むまでのタイムラグでいうと左足の方が明らかに速いですよ。左この辺で待ってますから。でこう踏むイメージじゃないですか、多分皆さん。フットレストじゃなくて左足ブレーキってこの辺で待ってるんですよね。この辺で分かりますかね、この辺で待ってるんですよ。この辺で待ってるから速いんですよ本当に。ああそんな感じでいろいろと慣れていくと、体が一番楽な位置、どうやったら楽か、どうやったら正確で楽かっていうところに体が勝手に調整してくると思うので、そこに合わせられればよろしいんじゃないかなと。体が思ったように動かせばそれでいいんじゃないかなと思いますけど、まあその辺はそれぞれ皆さんのお考えで考えていただければなぁなんて思ったりします。はい、本日もご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。